あの何回言っても多分この人たちは理解できないナオさんと月イさんという人が理解できないんですよね。いいですか私は八百屋鶴はこっちだっつってんの。 この皆さん、このね、尾根のスケール感を見てくださいと、ね、ここに立ったときに、えーあの、見渡せないって、こっちのね、本流と呼ばれてるやつと、西の沢っていうやつが、えー、この真ん中の中尾根というものに立った瞬間に見えませんよって言ってるの、木とか林とかいっぱいあってね、このスケール感、ここ30メートルでしょ、これ今、30。だから、だいたいね、これね。 こ,れこういうのも使ったことないんでしょ、どうせ直太決済の野郎も。これってね、2万5千分の1の国土地理院の地図を印刷してくると、これ、パチンってやるとね、ここにスケールついてて、えー、2万5千分の1だと、これ、メモリがついてて、0、0.5キロメートル、1キロメートルとキロとかで、キロとかに換算してくれるの。そして、これ、コンパスがついてて、これで山歩きしていくんだけど、これをね、こう当てると、えー この今、パソコンで表示させている拡大だと、30メートルが1.4センチなのね。だから、このだいい三3.5センチぐらいあるんで、まあ、100メートルぐらいあるわけね。そこで、50、50あるわけでしょ、真ん中に立って。50、50ですよ、沢と沢のね。 で一方、八百屋鶴に乗った時に、八百屋鶴に乗った時に、もうすぐなのよ、どっちの斜面も、西の沢と呼ばれるやつも、えー、V 字谷と呼ばれるやつも、すぐなのよ、ね、50メートルもないの、わかりますか、そしてその西の沢っていうのは、ここで言ったならば、この,この距離ね、これ30メこれ、地図上に現れるくらい、すっごい切り込みあるわけね、これ。 そんなにでかくないの西の沢と呼んでるやつがねじゃあじゃあねここがもし西の沢だとするならばねその先に何もないはずでしょその先にもあるのよ <laughs> まだ分かりますかちっちゃいやつとかねだからここに表示されてないちっちゃいやつはいっぱい無数にあるわけそしてこのでっかいやつはここは本流本流ってみんなが言ってるやつねみんなが本流っつってるやつがここ ね、そしてここからこう迂回してこっちに来るのよこ。ここを通ってこう来てるの。ってことはここが若干この地図作った時と地形がずれてるってこと。いうふうに認識してるわけね。あのー、でそれ,それをね あのわ私はもうほぼ間違いないなって確信したんだけどそれなぜ確信できるかっつったら、えー、実際に2万5000分の1の地図を持ってきて、えー、実際に作業度ね、えー、ユンボバックフォー持ってきてやったことあるし経験したことあるし当然ですけど山歩きも今やってないけど昔はやってるから歩いて何分歩いたならば、えー、標高をどれくらい高度を上げて何分歩いたならばこの距離にいたならばどれくらいっつってそのね地図上にちゃんとこう鉛筆でこう、えー、記載していって ね、あの今国立林場のどこら辺にいるのかついうのをそういうのを現地で体感してやってる人間なのよだからゲッと尚の野郎やったことないんじゃないこれそういうふうに思うのねで八百屋の長兵衛さんは体感は伴ってるわけねとか物欲に負け続ける男さんは体感に体感ベースでいい はやってるでしょ体感でこんな感じだったかなと思いますが地図上のこの場所がこの動画に対応すると言えるかどうかですねまあ疑問を抱いてるわけねそうなんですよだからこの GPS データのやつをこの何らかの地図に持ってくる時にこのねこの障壁が出てくるの地図はどうやって作られるかのとこの精度がもう基準とするものが全くないものをぶち当てようとするのね 正確に、ある程度正確に作られて基準が作られたものに対して測量もせずに単なる Google の写真ですとかえ何報道機関のヘリコプターの写真ですとかね動画ですとか GPS データ GPS データつっ,ってもその GPS データとそれをこうガチャンコするときにどれぐらいのトレーサベリティといいますけど構成が取れてるかということだね。 どれぐらいの精度で測定したものとどれぐらいの精度で測定したもの、で一方はもう体感ベースでしょ、だから測定でもなんでもないわけ、それをさらにあ、ねまあまあ、仮に測定したとしてでもいいでしょ、測定したものを重ね合わせるときにどれぐらいの精度が出ていますかっていう感覚がないの。例えば、ね、これに、これ、写真、国写真やるでしょ、これ、イカポンかもしれないんだよ。 わかりますか航空衛星の航空写真とこの国土地理院の地図をねどれぐらいの精度で合わせてこれやってるかなってわからないでしょ我々にねっねっ総称こにですねこれもうかりやすいのがこの林道ね50メートルぐらいずれてますよこれ <laughs> わかりますか林道50メートルぐらいずれてますよこの林道のこのなんていうかこの木切れたところあるでしょそれとこの林道の この例えばここ見ますかここ、これで測ってみますか大体いい2センチでしょ ?2 センチだから、んとね、90メートルぐらいずれてるよ、こことここ。わ <laughs> かりますか重ね合わせるときにずれるのね。この写真と、えー、国土地理院の地図を重ね合わせるときにこずれるわけ、ここ。 5 0ルぐらいか50メートルぐらいずれてんだよ。終かりますかそれを、ね、単なるそのビデオとかカメラのデータですとか、えー、もしくは GPS データです、ね。GPS データってなんかすごい精度で測れてる3 0ルの精度とかで測れてるような、えー、気がするでしょじゃあ3 0ルの精度で測れたものを、えー、5 0ルのずれの精度でやったら合計8 0ルじゃん。8 0ルでしょののこの ね、尾根のところで80メートルって言ったらもう見渡せないからね、木ぼうぼうで。ね、場合によっては草ぼうぼうとかで全く見えないからね。下手すら80メートルのところに、その同じ場所にいますって言ってんのに、始め80メートル離れたところに人を置いて、ね、ここにいる、同じ場所にいるんだよ、GPS ですだって同じ場所にいるんだよつって言っ全く聞こえない可能性がありますからね、木とか草とかそういうもので、場所によってはね。 <laughs> 地図上とか航空写真上では全く同じところにピンと立ってるのにだけど全然いやどこにいんのみたいなだそういうのを体感ベースでやってない人がグダ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 言っててそれ言ってるの分かったから去年の7月頃もうやめましょうよって不毛ですって小倉美咲さんの件に関して何,何ら進展もないですよってそれねえ。 で今、その時はそれぐらいしか言えなかったの。自分はやったことはあるんだけど、じゃあぜ,ぜひね、お近くの山でやってみてください、月祭サイさんつって言ったわけ、確かね。でも私は今強く言えるのは、現地に行ったから。現地に行って確信したんですよ。ね、皆さんが勘違いしている、えー、ヤウヤズルは、えー、ずれてるって、一本。一本ずれてるのよ。わかりますかこ,こ,こ,この辺のこと言ってるんでしょこの辺の。違うってこ、ここだって、これだって。 ね、前、ここって言ったかもしれないけど、ここ,こ,こら辺から、ここ辺正確にはここら辺からだと思うけど、だからこれ,これ自体が、だから今、さっき言った通りに Go のこのあ、Google の、グーグ g かわからないけど、航空写真とこれがずれてる可能性があるからね、どれぐらいの精度で合わせられてるか分からないから、でそれを求めるのもいいでしょって、いつもここ,こ,こでいいじゃん、私は。で、えー、あなたたちはこっちでいいじゃん、別に。そこを私、たどそうとしてないから、うん、あ現地にいて、やっぱりこっちでしたね。 でスケール感からいってここのねここ 100m 以上ありますからもしこっちだとするならば八百屋鶴を私迂回して戻ってきましたけどここでいたらこういうイメージで戻ってきましたけどそこの戻ってくるときにものすごい沢がないとできないのでそんな沢ありませんでしたから、ね、このちっちゃいここの紅葉樹に隠れたこの葉っぱの下にある沢とかしかないですよそしてこのね ここまでも行ってないのこの針葉樹のここまでも行ってないのよ、私は。ここまで行かないの。行かないけど1時間半ぐらいかかりましたからねって、普通に <laughs>。まあいいんだけど、だから山、この山連れ近辺での30メートルってものすごい苦労するんのよ。その移動するのね。トラバースするにしろ、登るにしろ、下るにしろ、30メートル移動するってものすごく大変なのよ。平地の30メートルと違うわけだよ。 あ走ってたら数秒です数秒、数秒なんてもんじゃないんです、30秒、30メートル移動するのね。それ考えてくださいよ。三崎さん、ここまで来たんだよ。別にこっちでもいいですよ。別にこっちでもいい。三崎さん、ここまで来たんだよ、みんな。30メートル移動するの、ものすごいんだって。そこを明るくなってからじゃないと、来れないの、ここ。とことは明るくなるまで山で過ごしたんだって。21日。